今回お届けしますのは、旧棒に森アネックス、函館駅前ビルのテナント営業最終日、令和4年1月31日の映像です。前半は先日アップしました1月22日に同ビルを撮った映像と、ほぼ撮影内容は重なりますが、あくまでも最終日の記録ということでご理解いただければ幸いです。今回は駅前電停側の入り口から入りました。この函館駅前ビルの名板、実は棒にアネックス時代からあったものです。つまり棒に森アネックスが函館駅前ビルに名を変えたというのではなく、かつては函館駅前ビルが棒に森屋の別館、つまり棒に森屋アネックスとして使用されていたということなわけです。ただいま時刻は午後4時27分。キングベークや函館スイーツの入る1階、ほぼお片付けモードに入った模様です。2階はファッションとカフェ西村のフロアです。ここにあった時計屋さんはすでに昨年の3月末頃撤退しています。3階もほぼお片付けモード、すっきりしています。婦人医療なので、さっと行きます。前回の動画では、丸々シャッターで閉ざされていた4階、棒に森屋の建物の設計者、明石新道さんのパネル展と、大門の記憶写真展の最終日です。棒に森屋及びアネックスに寄せられた市民直筆のメッセージも掲示されていました。5階の書店、もちろんこちらも閉店ですが、4階の市民のメッセージには函館駅前から書店がなくなることの寂しさを綴ったものが少なからず目に留まりました。それにしても22日に来た時は函館本コーナー等に弊社書籍がたくさん並んでいたのですが、すでにもうきれいに姿を消していました。すべて売り切れということはまず考えられないので、複雑な気分でありました。やはりどこにも見当たりません。6階の楽器 CD 売り場。ここもお片付けモードです。カフェや高齢者などの交流の場、学びの場として利用されてきたフラットダイモンも全日程終了で、後片付けもかなり進んでいるようでした。このまま先に進みまして、奥の階段から下に降ります。5階の書店、文具等の販売コーナー。先日から7割引きというセールが効いたのか、商品もなくなり、後片付けが進んでいます。せっかくなのでトイレにも行ってみたいと思います。これも使い納めです。スリッパ型の便器もありまして、建てられた時代を感じさせます。さらに階段を降りて3階へ。こちらもほぼ片付け完了の模様です。3階の窓から見下ろした眺めです。エスカレーターで5階へ上がり、函館駅前広場の最後の俯瞰撮影です。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、冬場限定の電飾、イルミネーションが流れるように消灯、点灯を繰り返しています。
エレベーターからの眺めも取り収めです。旧棒に森屋アネックス函館駅前ビルともここで一旦お別れをします。時刻は午後5時42分でした。さてこの後午後6時28分再び旧棒に森屋アネックス函館駅前ビルへ行ってみました。ビルは確か大抵の店が午後6時閉店、その中で書店だけが午後6時半の閉店だと聞いています。すでに交差点側の入り口はシャッターを下ろし、旧棒に森屋本館側の入り口にまだ電気がついています。さほど多くない群衆の見守る中、書店のお客はすでに出払ったのか、入り口は何の動きもありません。沈黙を破るがごとく人影が現れましたが、北海道新聞の記者と分かり一度失笑でした。程度過ごせど変化のない中、ようやく午後6時50分に人の姿が見えました。よくわかりませんが、すんなりと帰っていかれました。そしてほぼ1分後、紅茶専門店のシャッターが閉まり始めました。6時57分ごろ、中に気になる人影が現れました。
思えば3年前の棒に守屋閉店の時もこの歌が繰り返し流されていました。そして午後6時58分を過ぎた頃、ついにこの入り口にもシャッターが下ろされ始めました。ほぼ午後7時ちょうど、旧棒に守屋アネックス函館駅前ビルは閉館となりました。